それでは引き続きオーストラリア研修説明会の方に入らせていただきたいと思います。本日はご来校いただきありがとうございます。時間が押している関係もありまして、実務的な手続きについての説明、その後質疑応答ということで進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。では旅行会社の大野様からご説明をお願いします。はい、皆様おはようございます。トップツアーの大野でございます。よろしくお願いいたします。それではですね、まず日程表の方だけこちら A4 の横の縦2枚になりますけれども、こちらの説明をさせていただきます。6日目、7日目、14日と15日ですね、土曜日、日曜日は学校休みですので、この日はホームステイと一緒に楽しんでいただくと、ホストファミリーと一緒にお過ごしください。で、8日目ですね、この日も同じような形になるんですが、午前中は英会話授業をして、午後に近くにショッピングセンターがあります。イオンのショッピングセンターのようなイメージでいただければ結構ですが、そちらでショッピングセンターを、研修ということで自由散策していただいて、お昼はそのショッピングセンターの中でランチボックスを召し上がっていただくということですね。異文化クイズ体験については向こう日本語のクラスっていうのがあるものですから、そのクラスの生徒さんと一緒に日本語のクイズ体験を楽しんでいただくという予定でおります。今のアプリケーションフォームの方ですね、これはホストを決めるの非常に重要な参考書になりますから、率直に書いていただいた方がいいですね。もうオーストラリアの方はほとんどの家庭がペットがいます。ですから本当の猫の毛のアレルギーとかですね、犬の毛のアレルギー、そういう方もいると思いますから、きちっと書いていただいた方がいいと思いますし、それから先ほどの大野さんの方から説明ありましたように、趣味ですね、こういったものによってコミュニケーションが出来上がりますから、必ずどんな小さな趣味でもいいです。本当にこんな程度なと思うようなところでも本当にいいと思いますから、いっぱい書いていただけるといいと思います。先ほどのアプリケーションフォームですけれども、自己表現の場ということで授業の中でも扱っていきたいと思います。ひとまず、お子様の方に渡しておいて、コミュニケーションなどとかいったところは授業内でも完成させていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ではすみません、簡単ですが、オーストラリア研修説明会第2回これにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。